グイルンメイは台湾の女優。ニックネームは小。日本語文献ではグイルンメイとされるが、このグイは普通話のグイから来ている。英語文献では関東語の具合さんからの具合が使われる。1983年12月25日生まれ。血液型は O 型。身長164センチメートル。台北市私立全米格高級中学卒。 アワコ大学フランス語、フランス文学科卒。大学在学中の2004年9月に、フランスのリヨン第三大学に交換留学生として在籍している。17歳の時に、台北で映画監督であるイツイエンにスカウトされ、2002年にアイロナツコ恋でデビューし、一躍脚光を浴びた。大学在学中は、学業優先だったが、 フランス留学を経た2007年には、遠い道のりや、J 長が監督を務めた、言えない秘密に出演。その後は台湾のみならず、中国や香港の映画にも多数出演している。2012年に、GFBF で第49回金馬進む、最優秀主演女優賞と、第55回アジア太平洋映画祭、最優秀主演女優賞を受賞。生誕媒会。 白氷の殺人、足を探してでも、金馬進む主演女優賞にノミネートされており、現在では台湾映画界を代表する女優の一人となっている。ありがとうございます。